本日は AI がもたらす教育の未来と可能性ということでゲーム AI 研究者であり開発者であり工学博士でもある三宅先生にお越しいただきましたあの、ね、たくさんの書籍を出されていて私もどれも非常に興味深く拝読しましたので今日はとても楽しみにしていましたまず早速ですけど30分ほど三宅先生にお話を伺いたいなと思いますよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いいたします三宅です この度は貴重な機会をいただきありがとうございます。まあ、自分はまあゲームの人工知能をまあ20年ほど開発しておりまして、まあ、その知見で皆さんの教育に役立つこともまあ,あるんじゃないかなと思って、 ちょっといろいろ持ってきましたので、なんかこれが正解っていうよりなんかヒントになりましたら、あの幸い。じゃあちょっとスライドなどを使わしていただきたいと思います。うん、自己紹介からですけど、まああの自分はそのゲームの人工知能っていう、まあちょっと珍しい、まあ簡単に言うと、まあ僕75年生まれ、僕は生まれたわけなかった職業ですね。<laughs> あのゲームの中の人工知能、まあ多分そんなに人もいないので結構珍しい職業。まあ簡単に言うとこうゲームの中のモンスターとか、 仲間のキャラクターの人頭の中を作るというか、上がまあ自分が携わってきたいろんなあのゲームですね。皆さんゲームされるかどうかわからないんですけれどで、この分野は結構新しくて、まあ、この25年ぐらいですかね、あのぐらいにずっと盛り上がってきた分野なので、あんまり世の中にも知られてないかもしれないですので、まあ、下のような本ですね。えー、とか、まあ、こういった本をまあ執筆させていただいて、 まあ、例えば、ゲームキャンドルは大体この真ん中にあるような、こう、体を三次元ポリゴンっていうのでできてますけれど、仮想人間を作るみたいなんですね。<laughs> 体ごと作りますので、あのー、まあ、じゃあ、体と心ってどう繋がってんのかなとか、ちょっとそういう哲学的なことも考えるんですね。あのー、なんかこう、ゲームっていうと、プログラムばっかりみたいな、そういうイメージもあるかもしれないんですけど、 あのそういうことであの、知能とは何かとかですねあの、知能と環境と体ってどう関係あるんだみたいに、まあ、そういうことを実は考えながら、まあ、考えては作って、あ違うなとか言いながら、ぐる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 回りながら、まあ、やってる。ちょっとだから、あのまあ、文系理系って言われ方はもちろんあの教育ではあるんですが、実は人工知能って分野は、まあ、ぶ もう関係ないで、そこは。もう人間全体の話なので。で、まあ世の中はなんかその今、アルゴリズム系の AI ですね。その推薦アルゴリズムとか生成 AI とかですけど、まあ、まあそれも面白いんですけど、僕がやってるのはもう本当に人間そのものをもう一回再構成するみたいな話ですね。ですから、あの人間とは何かをまず考えるんですよね。 で、まあ、人間とは何かを考えていろんな学問っていうのはできるわけですよね。医学とか物理学もデザインも CG もまあ、いろんなことを一回分解してですね、それが一つの学問。で、それを組み合わせて逆にもう一回、この人工知能をまあ、作るみたいな、まあ、だ、ということですね。ですから、まあ、ほぼ全領域にわたっていろんな勉強をして、で、人工知能を作るみたいな。えー、ちょっと待ってくださいね。で、まあ、とはいえ、<laughs> まあ、昔からそうであったわけではないですね。ちょっとこれ見えるかちょっとわからないんですけど、これインベーダーゲームですね。この右にあるの。ちょっとズーム越してカクカクしてるとは思うんですけれど、まあこんな感じで、昔70年代のゲームってすごく単純でした。こんな感じでピコ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 と多くですね。あんまり人工知能とで、最近のゲームはですね、これはこう3次元空間の中でゲームのキャラクターが動きます。 で、三人キャラクターの中で、こう、魔法を打ったりですね、こう、武器を使って戦うみたいな人工知能たちが戦うみたいな感じの,あの構成に今なってるっていう感じですね。で、それぞれのキャラクターが、まあ、なんか、あの、考えます、自分で。<laughs> で、えっと、例えば、これ80年代のゲームですけど、左が人工知能ですね。あ、すいません。 左が人工知能で右が人間を犯しています。で、こういうふうに80年代になりますと、まあ、なんかこう、プレイヤーを見ながらこう反応するみたいな AI が出来上がってくるんですよね。で、これ、まあ、これは人工知能の、まあ、描画みたいな。で、人工知能って、あの、普通に作るとですね、なんかこだわりがないですね。我々いろんな煩悩を持ってますけど、人工知能って煩悩がないんですよね。 なぜかっていうと、体の中が空っぽなんだから、あの、一見人間の形してますけど、胃もないし、まあ脳もないし、<laughs> 空っぽなんです。だから、人間みたいになんか食べ物を食べたいとか、なんか休みたいとか眠りたいとかないんですよね。で、ゲームの場合は、その、生物っぽくキャラクターを動かさないといけないのわざと煩悩を植え付けます。 例えば、プレイヤーは憎いとか、あの、リンゴを食べたいとか、水を飲みたいとか、仲間を守りたいとか、まあ、そういう執着をですね、人工知能にどんどん与えていくんですよね。まあ、簡単に言うと、あれですね、仏教用語で言うと、堕落させるって言うんですね。<laughs> まあ、我々、仏教、仏教はね、なんか下脱するのがいい。いろんな煩悩を召すのがいいっていう考えとありますけれど、まあ、逆にこう、どんどん人工知能に煩悩を与えていくみたいなんですね。 でこれ、左が、えっと、人工知能、右が人間が、でも人工知能はもう人間が憎いですって埋めつけていきますねで。これは学習するんですけど、最初全然下手なんですね、この AI は。でも、あの、なんかこう、試行錯誤するうちにですね、なんかいい感じで、この右の人間を倒,倒すように学習していきます。まあ、まあ、あの、タイプの用かもしれないですけど。 まあこれ、教科学習っていう方法なんですけど、なんか、うまく、たまたまうまくいった時に褒めてあげるんですね。でそうすると人工知能は、あの、あ、そうか、こういう時これ、今度は避ける人工知能を今作ってるんですけど、右の人間の攻撃をたまたまうまく避けるときがあるんですね。これを、この時に褒めてあげるんです。人工知能は。よしよしと。そうすると人工知能は、あ、これ、これ今自分いいことしたんだってわかるので、こう、逃げるのがとってもうまくなるんですね。 徐々に。まあ、これがい、いわゆる人工知能の学習っていうものになりますね。ちょっと通信速度が、枠の見方は全然違うと思うんですけど。まあ、あるいはですね、あの、これもうちょっと凝った、あの、学習で、鬼ごっこをする、人工知能をこう育てるっていうこともやってます。これ赤いのが鬼で、あの、青いのが、あの、えっと、えー あるんですね。で、赤いのからこれ普通は逃げるんですけど、まあ普通はこう捕まって終わりですね。で、まあ次第にですね、これ,これ何回もこれや1万回ぐらいするとですね、なんかこの箱を使って、なんか出口をあの塞いじゃったら、あの、鬼が入ってこれないよねっていうのをこれ1万回ぐらいに学習しますねで。そうすると鬼は入れないので、鬼ごっこなんだけど、あの逃げる方が完全勝利みたいな感じですね。 で鬼の方はずっと困ったなって、これ、1万回ぐらいずっと負け続けるんですけど、ある時この横にこう置いてある三角形の,です、ね、あの滑り台みたいな、こいつを使えば、上から行けんじゃないみたいなことを学習します。これをたまたま見つけて学習するんですけど、で今度はじゃあです、ね、この青い方はですは、ね、この三角形の中に入れてから閉じ込めちゃえばこれまた1万回後に学習します、ね。 だから学習ってすごい時間がかかる。発見するまで時間がかかるんですけど、でこういうふうに段階的にどんどん人工知能が、まあ、学習していくっていうのがありますね。で、これがちょっと舞台を変えるんですけど、今回も同じようにですね、この三角形を作って、自分たちを閉じ込めたら鬼ごっこで仮点じゃないっていうまあ、これも勝つわけです。でも、そのうち、この赤い方もですね、 そういえばさっき、あのー、三角形のやつで、上から行ったのを使えば、また上から行けるんじゃないかな、みたいなことをですね、考えて、今度は逆にこの四角の上に、こう、動くことを発見するんですね。それで、えー、ここの上から行っていくはずみたいな、いまあ、こんな形でですね、 まあ AI たちは次第にこう学習していくみたいな。まあこれがまあ、あの、現代のディープラーニングっていう技術がありますね。で、これも、えっと、人工知能に、これゲームって、まあ、ゲームは人工知能を育てる箱庭でもあってですね。これはあの、旗取りゲームを2対2の AI にさせてるんですね。で、まあ人間の時間にしてですね、 あの、まあ、ゲームの中って加速することはできるんです。時間を。えー、100年分ぐらい学習させますね。人間の。まあ、100年間旗取りゲームばっかりさせたら、まあ、人間でも上手くなりますよね。で、人工知能もどんどんどん,どん上手くなっていくんですね。まあ、それがこういったシミュレーションとか。で、まあ、あの、人工知能ってちょっと変わった学問ででして、あの、人間の内面って、 よくわからないですよね。<laughs> あのた、例えば外側に、まあ、力学とか、まあいろんな学問、量子医学とかいろんな学問があって、まあ、あのー、よくわかってるわけです。<laughs> でも人間の中身って実は統一的な理論がないんですよね。だから人工知能を作ってもどうやって作っていいか正直よくわからないんです。それはね、あのー、どんな偉い先生でもやっぱりそうなんです。だってどこにも理論がないんですね。<laughs> なので、とりあえず、まあ 作ってみて考えようっていうのはあるですね。だから、その、知能、特にゲームの場合は、その、環境の中で人工知能化します。だただなんかこう、アルゴリズムで演算するとか、そういうだけじゃないので、この仮想空間の中で仮想人間を作るみたいな話なので、その、環境の中で知能ってどういうふうに動いてるのかなっていうのを考えないんですよね。 だからむしろ環境とのか関わりの中で知能っていうのはどんどんこうできていくんだっていう考え方に立つわけですよね。なんか環境と独立に知能があるわけじゃなくて、環境のことを完全にわかんなくても、環境の中でうまく生きれれば生物っていいわけ。まあなのでそういうふうな AI ってどうやって作るのかなっていうのを考えるんですよね。で、環境と知能がどうつながるかっていうのは実は人工知能の一番深い点まで、 これ実はよくわからない。<laughs> 例えばまあ、理想的にはですよ。我々もこの世界のことを全部隅から隅までわかって行動すれば正確な行動ができるような気がするんですけど、まあ実際人間もこの世界のことはよくわからないです。例えば物理学の法則がわかったからといってうまく生きれるわけでもないし、 まあ物理学の法則が分かったのは、たかだかまあ600年ぐらい前の話なわけですよね。今のニュートン力学とかで。その前の人はじゃあちゃんと生きれなかったかっていうと、そんなことなくて、物は離したら下に落ちるとか、<laughs> なんか太陽はひ東からの西に沈むとか、まあそういうのを知ってたわけですよね。だから必ずしも何か知識的に知るっていうことが活動の役に立つわけではない。 つまり知能は固有の、なんていうかですかね、環境との関わりのあり方さえうまくこう、結ぶことができればいい感じで行動ができるっていう、まあなんか <laughs>、そういうところですね、じゃあ環境と知能をつなぐ理論っていうのは、まあ生物学ではですね、観世界。情報科学の世界ではエージェントアクティクチャーですよね。仏教の世界ではですね、華厳哲学。そういう哲学があるんです。 まあ、いろんな立場でそうなんです <laughs> で、あの、知能って、あの、まあ、レイヤー構造ですね。層の構造になる。まあ、これ人工知能的と捉え方っていうのは人間の知能がやっぱりそうです。例えば、あの、意識と無意識ってあると。で、意識、我々は意識なんだけど、ほとんどの行動は無意識でやってるんですね。例えば、皆さん、あの、ペットボトルを、あの、掴むときに、 どの指からペットボトルにつくか知ってますかわかんないですよね。<laughs> なんかどの指からついてるか。これなんか無意識でやってるんですよね。でもそれ知らなくてもペットボトル掴むことはできるんですよね。物を掴むことはできる。誰がそれをやってんのかって話で、誰がちょっと無意識でやってるんですよ。<laughs> みたいな。で無意識はやっぱ一つの知能なんですよね。だから意識と無意識ってのもあるんです。意識の中にもやっぱり、 まあ自意識っていうものがあるし、その、さらに無意識の下にやっぱり体があるわけですよね。で、体の下にやっぱ世界があって、まあ、世界、体、知能っていうこう3層構造、さらにそのてっぺんには意識があるみたいな。まあこういうピラミッド構造、かつレイヤー構造になってるわけです。で、まあ、仏教では昔から実はその1000年前から有意識論っていうのがありまして、その有意識の理論って、 あの、この、平に書いてありますようにして、式っていうのを使いますね。つまり一番下は、レイヤーですね。そうなんです。あの、物事がそのまま入ってきて、判断をしないっていうそうなんですね。あるがまま受けられる。で、この次のまな式ってとこに自我が生まれる。つまり自分と世界を分けるっていうね。そういうのが生まれてくると。で、その次に意識。ここが自分ですと。そこは、そう、秩序立てちゃうわけですね。 で、その、さらにさらに、まあ、ご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 、感と言いますかね。目とか耳とか、ここは目から得た情報です、みたいな。まあ、実は我々は五感で完全になんか情報を分けてるわけじゃないけど、ミックスしちゃってるので、実は。まあ、実は逆にもう一回それを再構成して、ここは目、目で得た情報とか <laughs>、本当は違うんだけど、まあ、そういうふうに分けちゃうみたいな感じがありますね。で、この式っていうのが、 人工知能でいうレイヤー構造ですね。層構造。だから実は千年前から仏教は,は知能のモデルっていうのをちゃんとあの提示してたんですね。だから、まあ、西洋の人工知能っていうのは、何ていうかな、仏教に比べると千年ぐらい後からできてる。<laughs> 実は仏教の方が実は人知能のことはよくわかってるんだみたいなそういうのはありますね。はい。 まあ、そういう見識とかをですね、こう、吸収しながらですね、あの人工知能って、あの、まあ、どういうふうにこうできていくかなっていうのを考えるという感じですね。で次に生物学の捉え方っていうのはあるんですよね。生物学では環世界っていうんです。環世界って何かっていうと、生物が持ってる主観的世界のことですね。で我々も世界を捉えてますけど、 これって自分、命名が勝手に主観的にこう捉えてますよね。あ昔あそこで足をひねったからあそこは通りたくないとか、そ客観的な情報じゃなくて主観的情報なわけです。だからトマト嫌いとかもそうです。<laughs> そういう、えっ、ー、と、捉え方っていうのを、あの、感世界って言うんですね。生物はみんなそういう主観世界を持ってるんですで。生物ってさっき言りましたように、その、 なんかこう、客観的に世界を捉えて、あそこに何があって何があって、理屈でこう、行動を作るわけではないんですよね。主観世界を通して行動を作ってるんですね。だから主観世界は間違った世界です。人間もそうですけど、偏った世界ですよね。人間が捉えてる世界だから、偏ってるんですけど、別に偏ってていいんですよ。ちゃんと最後行動がうまく出せれば。だから、ある、 虫にとってはこの果物がすごくいいものに匂いがすると。それはなぜかって、その、それを食べることができるからですね。で、人間はそれが、えっと、食べることができなければ、なんとなくそれが嫌な感じになるとか、そんな感じです。それは行動としては正しい行動が誘発されるので、で、人間も生物も長い長い進化の中で、そういう環境と、えー、自分自身の関係っての気づのはいてきたんですよ。 で、世界っていうのは、まあ、情報を変えると、無限個の情報があって、無限個の情報を人工知能は扱うことはできない。じゃあ、人間もやっぱり同じなんですね。人間も無限の情報を扱うことはできないですで。人間はどうやってこの世界で生きてるかっていうと、その自分の体とか自分の生態ですね。自分自身に必要な情報を周世界から切り取って、それを、 集約して自分の主観世界を作っているんですね。例えば水を見たら飲めるとか、なんかこのパンを見たら食べるとか、なんかそういうふうに、こうすでにはじか、頭で考える前に自分の目の前に自分の欲求に応じた世界を組み立てて、それがさっきの有意識論が言おうとしているところですね。で、それを生物学的に言うと、まあなんか特定の対象から特定のなんかこう、 情報を聞い匂いでも、色でもいいんですけど。で、それに対してなんか興奮するわけですね。リン例えばリンゴを見たら、唾液が出る。これは理屈じゃないんですね。もう体が反応して、主観世界として、リンゴは食べるものとしてしか見ることができる。これが肝世界。で、そうすると人工知能を作るときも、実はなんかすごく客観的な情報をたくさん集めて、判断する。もう将棋とか英語はそうなんですけど、でも、 実際体を動かすときってそんなことを考えないわけですね。むしろ間違っててもいいから主観世界を作ろうみたいな。まあ、それがまあ、あのまあ、この観世界っていう話なんですね。で、この、まあ、こう岩波から出てこう生物から見た世界、すごい有名な本ですけれど、まあもう70年以上前の本ですけど、これユクスキュルって人が書いてあるんです。ユクスキュルって面白い人でもともと解剖学者だったんです、彼は。 生物を解剖して、ここはどうとかっていう。で、えー、と第二次世界大戦の時に研究費がなかなかうまくいか融通できなくなって、解剖ができなくなっちゃたんですね。まあ、だったら、解剖なんかせずにですね、もう生物があるがままに、どうやって世界を捉えてるかを調べてみようっていう、そういうふうにこう180度、なんか違う研究に向かうわけですね。 なかなかできることじゃないんです。例えば、ミツバチが見てる世界ってどうなのかなと、あこれは推測ですけど、まあ、主観世界なので、ミツバチになってみると本当は分かんないんですけど、ミツバチが見る世界は多分こんな世界じゃないかなと、イラストで書いてるんですけど、まあ、とりあえず遠くはもう別に関係ない、遠く、虫にとってはは遥か向こうなので、であとあ、の緑の茎はミツバチにとっては大して重要じゃないんじゃないだから、なんも意味がないように、なんも見えてない。<laughs> で密が重要なので、これ密が一番あるところを、がなんかクローズアップして見えてるはずだみたいな。まあそういうこの模式図ですね。で、こういうふうに主観世界を確かに作るとですね、まあとりあえず、あの草のとこ行かない、行かないんです星から星にこう行くだろうな、みたいな、見えるわけですあとこれ面白い実験なんですけど、カタツムリをこのゴムボールの上に置くんですよね。でその前に割り箸をですね、こう、 こうこう振動させますし入れすしゆっくりと1秒間に1回3回ぐらい出し入れすると、カタつむり動かないんですね。まあ、当たり前ですけど、そんな動いてるとこをやってもですねなんか危なっかしいですよね。でもこれ4回以上こう、うーっとこう1秒間に出、ね、し入れすると、カタつむりは動き出す。カタつむりの目っていうのは、だから4秒、1秒間に4回ですね、あのー、以上の解像度を持ってない、つまりもう止まって見えるんです あの、4回以上振動させると。っていう実験、これなんかすごくこれだけ見るとアホみたいな実験見ますけど、<laughs> そうやってちょっとずつカタツムリさんが見てる世界のなんか性質を探ろうとするんですよね。でちなみに人間は、えっと、18回まで見分けることができます。18Hz ってことですね。で、えー、それ以上は人間も止まってみます。だから、あの、映画は 1>, 1秒間24コマ用意するわけですよね。そうすると人間にとっては、1コマ1コマもう見えなくなって、連続的に見えますのであ。ちなみにゲームは1秒間60回画面を更新します、えー。そうすると人間の目には滑らかに見えるんですよね。まあそんな形で、まあ、まあ、あるいはこれ、えー、っとちょっとかわいそうなんですワト鶏のひ難をですね透明な箱に入れます。防音をしてるんですね。そうすると親鳥はあの、この子供の鳥に気づかないです、実は。 あの気づかないとか、あんま、その、このがピヨピヨピヨって音が聞こえないので、やっ見えてるじゃんって言うけど、実は鶏はほとんど見えてないので、<laughs> あの、で、ただ逆に、こう、ついたてを立てて、この鶏の雛をこっちにくくると、ピヨピヨピヨって言うと、親鳥は、もうなんか、助けに行かねばっていう感じで駆けつけるんですね。うん だから、鶏の世界っていうのは、実は視覚っていうか、その聴覚によって非常に世界を詳細捉えてるみたいな、まあそういうことがわかるとかですね。まあそういう環境とその知能の関係ですね。っていうのは、我々人間は、たまたまこの人間の身体に従って、そういう主観世界を作ってやってる、それぞれの生物ですね。カタツムリさんはカタツムリさんの世界があるし、鶏さんは 鶏さん、ミツバチさんはミツバチさんの世界があるとで。むしろその世界を通して、間違ってるんだけど、どの生物の主観世界は間違ってるんですよ。偏ってるから。<laughs> ま、から正しい世界って基本的にはないんですよ。間違ってるんだけど、その間違った世界を通じて正しい、自分にとって正しいことをしてる。 ののが生物の知能なんですね。だから僕はモンスター作るときも、モンスターにとっての肝世界は何だろうって考えるわけですね。6本足で羽があるモンスター。この生物は、この世界どういうふうに捉えてるのかなっていう、そういう世界を考えてですね。まあ、その肝世界さえちゃんとうまく作れれば、実は行動ってのは比較的簡単に作れるわけですよね。はい えー、はい。まあ、そんな形ですね。あと、次に仏教ですね。<laughs> 仏教とは分かりにくいですけれど、まあ、あの、華厳哲学ではですね、あの、じじむって世代。つまり物、物物事っていうのは、なんか全て、響き合ってるんだっていう。いろんなものが、実は、あの、これは体、これは環境とかじゃなくて、それぞれの部分が、他の全ての部分が響き合って、 まあ、例えば、その我々は環境っていうとなんかこう頭とか五感で捉えてますみたいなことをすぐ考えちゃいますけれど、まあ実はそんなことはないんですよね。例えば我々の足。この足が地面につくことによって、この今の地面の状態とか、今朝のこの、なんて言いますかね、その状態のとか、足が環境を理解してみたいな、あるわけです。で、我々の腕とか皮膚とか、 髪の毛とか、実は我々は、その単に五感で世界を捉えてるわけではなくてですね、もう身体のあらゆる部分を通じて、いろんな世界とこう関連し合ってるわけですよね。だから髪を切っただけで世界の捉え方ってちょっと変わるわけですよね。なんか風が吹いて、こう、あ、なんか風、髪の毛のこうバサバサ具合で髪が、その風の強さがわかるとかね。 皮膚にどれぐらいねっとりとくると湿気がわかるとか、まあそういうふうに全てのものは全てのものと響き合ってるんだっていうのが、ケゴ哲学の教えるところです。だから例えば知能を作るって脳を作ればいいんでしょうみたいな話ではなくてですね、体と世界との関係を作っていくと。そうすると足が知ってる世界ってあるんですよ。やっぱ皮膚が知ってる世界、あるいは胃が知ってる世界。 まあそういう世界の知り方っていうのは実は全身、人間の存在すべてを使って世界と響き合うことで出来上がっていくんだっていうのが、このジジムゲとか、ジジムゲっていうまあ教えなんですよね。まあそんな形でですね、まああの、まあ、同じこと言ってるんですね。実はね、まあ関世界も、 あの、情報の科学のエージェントアーキテクチャも、ケゴン哲学も、あの、まあ、情報の場合は、これ情報がぐるぐる回ってんだっていう捉え方をする。管世界の場合は、主管世界がそこで立ち上がってる。ケゴン哲学の場合は、もう体も何もかも響き合ってるんだぜ、みたいな。まあ、そういうことを言うわけなんですよね。まあ、そういうことを考えながら、ま、知能を、 まあ作ってるみたいな、まあ感じですね。はい。ちょっと時間になったので、私は最後。で、ちょっと専門的になるんですけれど、まあゲームは、あの、3つの AI からなるんですね。キャラクターの頭脳。これは今言った話です。あと空間知能。ちょっとこれ専門的なのにこう今回省きます。で、メタ AI って概念がすごく面白くてですね。メタ AI って何やってるかって言いますと、神様 AI ですね。プレイヤーをずっと見てます。 プレイヤー見て、あ、こいつ下手だとか、こいつ上手いとか、そういう判断をするんですねで。こいつ下手だと思ったら、あの、敵の数を減らすんですね。で昔、そのゼビウスってゲームがあって、ゼビウスは、その、どん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 上手い人、強い敵と戦うんだけど、あの、下手な人は、あの、一回、すぐやられちゃうので、弱い敵にずっとこう、本来ず、やられなければ強くなっていくる敵は。 でも、どん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 やられると弱くなっていくっていう感じの、まあ、感じになっていると。で、これ80年代の話なんですけど、最近の人工知能はですね、もうちょっと人間を理解しようとしてるんですね。人工知能ってもう一つ大きなミッション、知能を作るってミッションはもちろん大きいんですけど、もう一つ大きなミッションがあって、人間を理解するとです。つまり、機械に人間を理解させるっていうのが、人工知能のもう一つのミッションなんです、ね だってそうじゃなかったら人工知能が暴走して人間を傷つけたときに人間が痛いんですって言っても分かってくれないですよね。そんな人工知能危なっかしくて、なんか社会で使えないわけですよ。だから人間はなんか腕をひねったら痛いし、あの、火が近づいてたら火傷するしみたいな、そういうことをちゃんと機械に理解してもらわないといけないわけですよね。で、ゲームも最近はユーザーのことをなるべく理解しようとします。 で、この真ん中にあるのはユーザーが、どれぐらい緊張してるかなっていうのを、あの、ログ、プレイログからですね、記録からどんどん解析してる人、あ、この人今、リラックスしてるとか、あ、この人今、あの、緊張してるとか、この、この真ん中の曲線がそれを表してるんです。これ、下に行くとリラックスしてる。あ、この緊張してるって。で、この一番リラックスしてる時に、 敵をバーンと出すんですね。なぜかっていうと、一番その時驚くから <laughs>。みたいな形で、ゲーム自身がユーザーをいかにこう理解して、あのー、何て言いますかね。ゲームをコントロールするかっていう、これがメタへのミッションなんですね。だから、ゲームそのものが、まあもちろんその、 ゲームの中でユーザーを動かしていることしかわかんないんだけど、そこから、あこのユーザーもこのゲーム飽きてるとか、<laughs> この戦闘に飽きてるとか、もう力がないとかあ、これ今やる気満々なとか、まあそういうことをなるべく理解して、ゲームの内容、それに応じて変えてるんですね。まあそういうふうに、あのー、ゲームもユーザーを理解すると、それがまあメタイですね。ですから、 これまでいろんな教育コンテンツとかも、コンテンツに人間が合わせた。例えばゲームに人間が合わせたっていうところがあるんですよで。人工知能は逆なんですね。コンテンツ側が人間に合わす。これがちょっと180度違う話で、AI が人間を理解して、その人に与えるコンテンツ、まだ教材でもゲームでも映像でもいいんですけど、 それをどんどん変えていくっていうのが、このメタアイっていう考え方なんですね。で、ゲームに、大きなゲームにはこメタアイが入って、このユーザーがどんな人なのかなこの人魔法が打ちたい人なのかなこの人剣でバシバシモンスターを叩きたい人なのかなっていうのをちょっと見極めて、まあ、じゃあ剣で叩きたいっていうなら、もう剣で叩くようなモンスターを比較的多めに出そうとかですね。まあそんな形で、あの、コンテンツをどんどん変えていくっていうのがメタアイはい。 じゃあ、えっと、自分の、これ,はこれで終了したいと思います。ありがとうございます。スライドでたくさんあって、まだまだ聞きたいお話いっぱいあるんですけど、視聴者からも、っっはい、はいっぱい質問が来ていますが、本日のお話では、 知能とは何か人間とは何かさらには生命とは何かって非常に深いお話からお話いただいたんですけども教育関係者が多いこともあってちょっとその AI と人間との,そのインターフェースの部分までちょっと落として少し質問をさせていただければなっていうふうに思うんですけども。はいはい 宮家先生はねこれまでずっとその西洋的な機能に立脚した AI にその東洋的なある種の混沌とした世界を融合させることでまた新しい AI を作ろうっていうチャレンジっていうのをされていらっしゃるかと思うんですけども今日先ほどのメタ AI 人間に近寄ってくるっていうのって一つ大きなヒントだなっていうふうに思うんですが教育って使う AI っていうふうに捉えた時に宮家先生が考えられるなんか理想的な 教育で活用できる人工知能像といいますか、なんかそういうものがもう少し、なんか具体的なイメージとしてあれば、ご共有いただけると嬉しいなと思うんですけれども、いかがでしょうかあそうですね、やっぱメタイアイは一つヒントになるんじゃないかなと思うんですよね。で、メタイアイってあの、いろんなテクニックがたまってるゲーム産業に、例えば、うん、ユーザーのスキルに合わせてコンテンツを出すと、ユーザーって飽きるんですね。 それをや,るやっちゃいけないんですうん、うん、ユーザーが今いるレベルのちょっと上のレベルのゲームにするっときと、うん、そユーザーが頑張って、頑張ればスキルアップするんですね。で、次、スキルアップした瞬間から、次の5分はレベルを一定にしとくんですよ。うん、簡単に言うと、俺、成長したぜって、こう、うん、調子に乗ってもらう時間ですね。調子に乗ると、5分すると飽きてくるんです。 その,その時にまたレベルをちょっと上げて、ね、敵をちょっと強くしたり、うん、マップをちょっと複雑にしたり、そうすると、もうちょっと頑張ったら、あのユーザーは、ああ、これ、うまくいくのにって、フラストレーションを抱えながら成長する。で、また5分間はレベルを一定にして、俺、成長してよかったっていう時間を作ってあげると。 そういう階段上に、こう、コンテンツの質を変えていくっていうのが、ゲームの中で行われてることなんですよね。だから、まあ、そういうふうになってますかね。うん、あの、ユーザー自身が自分が成長してるっていう、成長を導いてくれるような AI っていうのが、まあ、教育の現場でも役に立つんじゃないかなと思いますね。うん そういう意味なゲーミフィケーションという、ね、言葉で教育にもゲーム的なあの、うん、要素というのを入れていこうという動きというのはある一方で実はまだまだゲーム業界に溜まっている知見において教育に活かされていない、本来は教科書とか教材とか、うん、それから授業設計において、えー、活用できる知見が山のようにあるということですかね。そうですね。あのー なかなかね、現実世界っていうのはゲームほどデザインできないですよね。<laughs> ゲーム、子供がなんでゲームに夢中になるかっていうと、まあ多分、親御さんの中には我々を目,を目の敵にしてる人多いと思うんですけど、<laughs> ただで、やっぱり柔軟時間熱中させるってはそんな簡単なことではないんですよね。そのために何をやってるかっていうと、うまいこと学習曲線をうまくそのユーザーに合わせて上がるようにしてある。 ですよね、そうすると頭があこれやったら褒めてくれたゲーム側がいっぱい褒めるですねだから褒める時間っていうのを十分確保してそれで何かってさっき言うと爽快感みたいですねできる高くなったこさっきまで苦労してたこんな強いモンスターとかあんな強いモンスターを軽々倒せるようになったやったでもそれをちょっとしたらなくしてみたいなのを、うん、繰り返してマ、まあ、るバが アイテムを与えることで、うん、ある場合は魔法を使えるようになることでっていう、まあそれでも、それをもってしてもやっぱり2、3時間で飽きちゃうっていう。うん、そうしたら今度はガラッとこう、ドラマを変えてとか、うん、仲間を一人増やすとか、別の質的な効果をね、うん、持ってくるとか、まあそんな形で、あのー、コンテンツを作ってるのは、まあよくなんか学校の勉強もね、そういうふうに、<laughs> なればいいな。なかなかそこのコントロールは難しいと思うんですけれど、まあ、ただ、それ、それぞれにあった、まあ、あの、やっぱり、今はね、少子化で大切にされてるから、うん、それぞれにあった教育でもいいと思うんですよね。うん、僕らの時は、なんか、 ベビーブームのちょっと後ぐらいだって、うん、たくさんの人が45人ぐらい一学年いてみたいな。うん、そ,うそうじゃなくて、今少人数だから AI、一人 AI つけて、一人にね。なんかそれがどんどん導いてくれて、うん、まあ、なんでしょうね。算数が得意な人はもう小学3年生、6年生のことやっても <laughs>、ちょっと怒られるかもしれないですけど、うん、こんなこと教育者なのまあ、そういう感じで個人に、 なんか適用するような教育のやり方っていうのは人工知能が比較的得意技って言いますかね。 できるかなと思うんですけどね。はい。ありがとうございます。まあ、まさに本当に私、今一人一台情報端末を持ってっていうのを、あのに、日本でも2020年に実現されましたけど、はい、次のステップは、一人一台ドラえもんがいるみたいな、ういうなんかそんな世界が実現できるといいなというふうに思ってたんですけど、やっぱりその AI の捉え方で、メッカ先生は西洋と東洋っていうのっていうのをあううのあ、ある日、対比させながら、まあ、議論っていうのと進めているのかなと思いますけど、はいまあ、生成 AI が出てきて、まあ、そこそ、 宗教観の問題から特にヨーロッパなんかそれを受け入れにくいっていう姿勢もあるって話ってのはちょこちょこ聞くところで。うん ありますけど、一方で日本は、こそ、ポップカルチャー、まあ、アニメとか漫画において、その友達的、A、ロボットとか友達的 AI の存在っていうのに、ま、親しく触れてきたので受け入れやすいみたいな話っていうのってのも、ま、出てくる話かなというふうに思うんですけど、なんかその教育において AI を導入するときにまさ、なんか AI を人間にとってどういう存在として位置づけるかっていうところでの、なんかその、 まあ西洋と東洋の違いもあるかなというふうに思いますし、日本の場合ドラえもんの友達とか、なんだろう、仲間みたいな位置づけっていうのっていうの,っていうのは、なんか相性がいいんじゃないかなというふうに思うんですけども、なんか AI を人間にとってこれから先どういうふうに位置づけていくと、よりその人間との協調が広がっていくのかっていうことと、それが、 私はこ日本に優位性があって、なんかグローバルスタンダードに日本からできる、なんか一つのヒントがあるんじゃないかなというふうにも思うんですけど、そのあたりの三宅先生のお考えについて教えていただければと思いますそうですねあの、人工知能に限って言えば、やっぱり西洋と東洋で大仏、まあ、日本と、まあ、西洋と言ってもいいかもしれませんね。まあ、西洋の場合、やっぱり序列っていうのはやっぱり重要で、神様が一番上にありまして、 人間がいて、その下に人工知能です。うん、で、人間と人工知能は絶対同列ではないです。海外で。あの、うん、もちろん、個人がそう思うのは全然勝手でて、うん、そういう人も西、西、うん、ヨーロッパにもいるし、フランスにもいる、いろんなとこにいるんですけど、うんうん、じゃあパブリックな場でそういうことを言えるかっていうと、で、日本は逆なんですよね。日本はどっちかっていうと、八百万的に、うん 人間と人工知能を同列に置きたがる。うん、あるいは上に立ちたくない。<laughs> これ実は西洋から見るとすごく不思議な国民なんですね。だって人工知能は奴隷としていっぱい働いてくれるのがいいんじゃない、うん、実は人工知能って学問もそうなんですよね。うん、人工知能の中で人間と対等に人工知能を会話するとか命令するってない。うんうん、基本的には 言うことを聞かすにはどうしたらいいかっていう学問。うんうん、でそれは西洋的な捉え方。で日本はあのおっしゃる通り、まあ、多分、もちろんアニメとかゲームの影響はあるんでしょうけど、やっぱり深くは宗教観だと思うんですね。うんうん、この自然の中の一部として人工知能を受け入れたいんだという。<laughs> そこ,こは全然違うので、うん、えっと、今、世の中が混乱しているのは、その2つの考え方で作られた製品はごちゃ混ぜになっているかですね。例えば、皆さんあの、スター・ウォーズ、うん、見ます。スター・ウォーズでロボット出てきますよね。R2D2 と C3PO って。で、あれ、日本人はルークの友達だと思ってると思います。うんうん でもあれはルークの奴隷だって、うん。そうですよね。<laughs> 彼らが崖から落ちそうになったらルークは助けないです。多分。うん、日本人はきっと助けると思ってる。<laughs> うん、これはでも日本人はすごくいいところで、うん、日本さっき先生おっしゃられたように、うんうん、そういうふうにみなし文化って言うんですよね。うん、もちろん生命じゃないこと分かってても、うん まあ、初音ミクもたまごっちもそうなんですけど、生命と見なして受け入れるっていう、うん、これはです、ね、日本の最大の利点だと思うんですよね、うんで。それをうまく生かして、友達ロボットとか、うん、あの身近な存在、対等な存在として人工知能を育て上げていくのは、実は日本しかできないことです、うん、これは。この土壌があるのは日本だけ、うん で、海外からなぜ日本の相棒とかあアイノびっくりされるかっていうと、うん、なんでいるの世話せないあかんのみたいな。<laughs> そうですよね。<laughs> それなのにみたいな、なんか、え嘘みたいな感じになるで。それが日本のすごくいいところで、ゲームのキャラクターもそうだし、アニメのキャラクターもそうなんですけど、でそうすると、そういうその人工知能を、例えば、なんか、ね、 中高の頃から作ってみるとか、自分でね。で、ちょっとした違い、例えば海外で人工知能作るって言ったら、そういう人間の役に立つ人工知能を作ってみようみたいな授業になると。だってそういう立ち位置しかない。逆にそういう立ち位置が明確だから、西洋の社会では人工知能が受容されるわけすぐに。ただ、需要されるって言っても、ポジションは必ず人間の召使いですね。 でも東洋の場合は違うんです。友達なので、うんいや。友達の人工知能を作ってみようっていう感じになると思うんですよね。うん、そこは決定的な違い。うん、あと、生成 AI に関して言うとあの、特に言語系ですね。うん、言語系は海外の人はかなり脅威に思っている。うん、なぜかっていうと、西洋文化っていうのは文字の文化なので、うん、<laughs> あの契約 っていう文化もあるぐらいで、そのシンボルってもわったら非常に重きを置くんですよね。うん、海外の人はこの70年間、必要にです、ね、しゃべる AI を作りたいと思っていて、うん、なぜかっていうと、言葉を操るってことイコール知能なんですね。うん、ヨーロッパの人はそう考えて、うん、でも日本は多分そう考えてないです。だから、例えばイタリアではチャット GPT は禁止なんです。そうですね あれはなぜか、な多分日本人は理解でき,できにくいと思いますけど、それぐらい言葉を操るってことに自分たちのアイデンティティを置いてる人たち、で我々は何の脅威にも感じてないって。今、うん、実はアルファベット文化と日本の文,文字の違いでもあって、アルファベットは26文字しかない。うん、そうすると人工知能を操ると人間がしゃべるようなことは人工知能がほとんど喋っちゃうんです。うん ところが、我々は漢字も含めて5000字とか1万字とかあるわけです、これを人工知能が我々と同じレベルで再生産するなかなかできない話なので、だいぶ余裕がありますね。うんまあ、そんな、うん、あの文化もあってですね、うんあの、かなり需要文化も教育の仕方も変わってくるから。うんうん ありがとうございまございます非常に興味深いお話で私もなんか、まあ、デ,ジタルデジタル化という意味で日本というのは諸外国から遅れを取ったわけですけどもただその生成 AI が出てきた時の,なんかその需要度社会の需要度とい,いうのが日本は他に国に比べて高いなと思いましてそこに次の中日本の可能性というのがあるのではないかなという,ふうに思いますしそれを1つ教育の分野でもなんか発揮できるといいなというふうには私自身も思っているところです。はいはい 本だかちょっと次の質問として、もしかしたら先ほど主観世界の話にも変わることかなというふうに思うんですけど、例えば藤井聡太さんをなんか見てきても、見ていても、AI が出てくることによって、なんか人間の、なんか知能というか、思考方法というか、ね、変化がやっぱり AI ネイティブの子たちの間ではやっぱ出てくるんじゃないかなというふうに思っていまして、その人工知能を作るということっていうのっていうのは、研究者として、そして開発者としてやる中で、まあ、現時点でその人間だけ、 のしかできないなと思う人間らしい知能っていうのっていうのはどこにあるのかそれからそれっていうのっていうのはこれから AI の時代になって変わっていくのかさらにはその AI が普及した時代に適した人間だけにしか発揮できない知能とは何なのかってことについてなんかそのご意見いただいたいきたいなと思ってましてまあその心はやっぱりその教育でこれからどんなことっていうのを重視して あのー、人を育んでいったらいいのかということにもつながるかなというふうに思いまして、そのあたり、ご意見、伺えればと思いますまあそれはあの明確で、人間にしかできないことは問題を作ることですね、問題設定、うん、例えば、まあ、学校でも仕事場でもこれ、これが今、課題になってます、これとこれとこれが要素で、こういうことができて、これを解決しなきゃいけない。うん、まあ例えば一番簡単な将棋ですよね こんなに配列があって、うん、歩はこれ、で、これルールはこれ、王様取ったら勝ちです。うん、で、これを、あのー、これを問題設定するのは人間ですね。うん、今、AI の方が、まあ、藤井さん以外は、うん、みんな AI より弱いわけですけど。<laughs> <laughs> だから、簡単に言うと、問題設定した後は、さっきちょっと見ていただいたように、うん、AI ってコンピューターの中で加速して学習できるで、ね。うんうん だから人間の時間にして将棋なんか200年も300年も学習できちゃう。うんうん、でそうすると人間は強くなるのそんなに今となっては難しくなくなってしまったんです。でそれは将棋もは一つのメタファーで、囲碁もそうだし、うん、というと自動翻訳もそう。うん、絵を描くのも実はある程度そう。うん、だから問題設定をするまでは人間にしかできません。なぜかというと人工知能をほっといても、 1>, 1万年経っても2万年経っても将棋を打ちたいとは思わない。うん、将棋を作る必要さえないんですよね。うんうん、で、あるいは僕がじゃあ仕事でゲーム作らないといけない。うん、でも人工知はいくらだったらゲーム作る必要ないですから。うん、<laughs> 絵を描く必要もない。食べる必要もない。うん、翻訳する人もない。だから人工知能はさっき言ったように全く欲望がないので、何か問題を作ることはできない。だからこれからの、あの、 社会で必要なのは問題を設定する力なんですね、うんで。問題を設定して人工知能を動かす、そこまでです。うん、そこまですれば、あとは人工知能に任せてですね、うん、人工知能をやらせればいい,い,いわけです。あどうぞ 問題を設定する力を育むにあたって何が大事だと思われますかってことと問題を設定する力を育むために AI が役に立てる要素もしくは AI の使い方っていうのはどういうことがあると思われますか はい、問題を設定するところには人工知能はほとんど何の役にも立たないと思います。うん、まず、なぜかというとそれは人間の問題だからですね。<laughs> <laughs> 人間が困って、あ、ご問題困ったなとか、うん、埋め立て地どうやって作ろうかなとか、そ人間が困ってて人工知能は全く関係がない。で逆に言うと人間はいろんな状況に巻き込まれないといけないわけです。巻き込まれない。うんまあ、例えばたまたたまま市役所に勤めちゃったと なんかゴミ問題があって、なんか埋、ね、め立つ地問題もあって、工事業者のなんか仕事も終わり得な <laughs> くて、どうしよう、これ飛ばなきゃいけない。でもそれを次は言語化するってことですね。うんうん、言語化して、ルール化して、簡単に言うとゲーム化するってことです。うんうん、ルールはこれ、要素はこれ、この人はこれとこれできる。業者のお金はこれだけ、予算これだけ、この中で取らないといけない。これが問題です。この後、これさえできたら、 あとは人工知能を渡せばよろしいみたいな社会にどんどんなっていくと思うんで、うん、その時になんか、まあ、ちょっと、まあ、今コロナ禍もあってなかなか物事に巻き込まれるの嫌みたいな感じになっていると、いろ、うん、んな子供さんたちが。うん、でもやっぱり社会に出るってことはやっぱりいろんなものに巻き込まれちゃうので、その巻き込まれた時にうまく 巻き込まれつつ、問題を凝縮していく、簡単に言語化していく力なんですね。うん、そういうことが必要なんじゃないか、だからまあ例えば分かんないですけど、実習とかね、学校で、うん、ちょっとこれ、学校でこんな問題があるので、ちょっとそれ、みんなでそれを突き詰めてみよう。うん、で、えー、とこれを言語化してください。うん、で、そのとき、その次が人工知能ですね。 た、うん、だ、人工知能さんにこれを解いてもらうには、どういう形でこの問題を提出すればいいかなっていうところまで考える実習みたいなのを小学校とか中学校で1回でもやってれば、これからの社会で役に立つと思うんですね。うん、あこれ、これ、この感覚みたいなのが、今の賢いお子さんたちだったら。うん、ある程度、人工知能とか分かってないと、あ こんな曖昧な設定では人工知能はめ、うん、あの溶けませんよとか、うん <laughs> ね、土地、無限の広がりの土地がありまして人工知能は分からない。うん、マス目のグリッドが例えば1メートル四方で1万個ありますと言ってくれたら人工知能は分かるんですけど、うん、なんとなくふわーっとこんな土地があってとか言っても分からないですよね。そういう人工知能の,さんの都合がちょっと分かってると、より社会に適応できるかなと思いますね、うん。ありがとうございます。 ちょっと教育関係あ今の話を伺って、私もはやはりそのリアル社会との接点の中で、そのプロジェクト型の学びみたいなことっていうのっていうのを AI を活用しながらやっていくってことに、まあ、これからの教育のあり方のヒントっていうのがあるのかなというふうに思うんですけども、ここでちょっと質問としていろいろ出てきているのが、す、ま、で、あ、に年齢制限が例えばチャット GPT であるとはいえ、 いわゆる幼少期から生成 AI を使う子たちっても出てきていて、それに対して文部科学省もガイドラインなんかも出されているんですね。でその三宅先生がこれからの子供たちが、えっと、生成 AI と向き合うときに、なんかその注意すべきことといいますか、最低限育んでおくべきリテラシーとか、なんかうそういうこういう使い方をしてほしいとか、そういうことっていうのがあれば教えていただきたいなと思うんですが、いかがでしょうか。 そうですね、なんかまあ文章も大人みたいな文章を書くし、絵もプロみたいな、音楽もプロみたいなものを作るんだけど、まあ、それが、それによってなんか自分たちが文章を書くことや、絵を書くことや、音楽を作ることをなんか無意味だと思わないように持っていかないといけないかなと思います。うん れも人工知能、今の人工知能は、うん、えっと、これまで作られてきたデータの間を埋めることしかできません。うん、<laughs> 全く新しいものを生み出すことはできないんですね。うん、例えば、ピカソがキュビズム作りました、うん、みたいな。うん、じゃあ、うん、ピカソが見た絵を全部学習させたらキュビズムが生まれるかってそんなことないんです。うん、A っていう絵と B っていう絵の間の絵を作るのが人工知能なんですね。うん で文章もやっぱりそうで、これまで書いてきた文章を細切れにバラバラにして組み立てることはできるんだけど、うん、じゃあ、村上春樹が書けるかっていうと、そんなことはない。うん、村上春樹、うん、村上春樹が出た後は村上春樹が書けます。<laughs> <laughs> まあそれだけの話なので、うん、そこの、何を人工知能はやってるかっていうと、ちゃんと教えないと、うん、なんか子どもさんからすると、なんか無限の想像力がある。 AI みたいに見えちゃうかもしれない。今の大人でさえそう思ってる人はいるかもしれないですけど、うんうん、そこは正確に人工知能が一体何をやってるかを、ちゃんと、もうイメージで今言ったように、こう、うんうん、保管しているだけなんだ。だから、このちょ,ちょっと遠くにあるやつは、うんあ、人間が生み出すしかないんだよ、みたいなことはちゃんと教えないと、じゃあ、芸術家になる意味って何とか、うんうん、学者になる意味って何って分かんなくなっちゃうと思うので、うん、じゃあ、なんで、 わざわざ読書感想文書くわけ。AI が要約してくれるじゃんみたいな。<laughs> 要約がまさにそうですよね。だって新しいこと何も言ってないんですから。うん、まあそういうふうなことをなんかセットで言わないと、ちょっとなんか間違った誤解で絶望しちゃうみたいな。<laughs> 今世の中も実際そんな感じになっちゃってるので、ちょっと危険かなっていう気がしますね。はい そうですね、まあ、人間だけにできること、それから AI ができること、そして人間と AI はどのように付き合っていくべきなのかということをしっかりと伝えるってことは、やっぱりすごくあ大事かなというふうに思いますよね。禁止するはしない方がいいと思うんですよね、逆に。うん 禁止して、なんかすごいやつがいて、それをあえて使わせないとすると、は結局無駄なんだって思っちゃう。うん、あ使わせて、まあ、こんなもんなんだって、ここが限界なんだってことを教えない、あ、うん、した方が、これからの世の中を渡っていくためには、うん、じゃあ、じゃあ使ってやろうじゃないよ、うん、ここではとか。こ、うん、<laughs> んなつまらない仕事だったら、これ、a アにやらせときゃいいじゃんみたいな感じぐらいがちょうどいいと思うんですよね。うん そうですね、まあ、そのためにも、なんか今の、これまでの教育の延長だと。いや、これだったら、それこそ先ほどでようやくじゃないですけど、なんかシシヤの方がいいもの出しちゃうよね、みたいな。あの、例えば、試験をしていたり、教育をしていると、そ,<う>その人間の凄さって、気づけないので。そうそうそう、<laughs> うん、教,教育の方う、難しいですよね。なんかそ,うそうですね。<laughs> これ、ちょっと、やはい、やら、できちゃうな、みたいなのは。 結構あると思うんですけどそ,うですよ、ね、そこの部分はやっぱり変えていく必要があって、えー、人間にしかできない力を育むような教育に変えていかなければいけないなというふうに改めて思いました頂い,いた時間はもう過ぎてしまったので最後に一言あ言やっぱ人工知能の未来もしくはこんな社会を作っていきたいそんな思いがあれば一言いただいておしまいにしたいと思います。 そうですねあのこれからはですねやっぱ人工知能と人間が共存していく社会なので、あんまり避けてると逆に適応できなくなっちゃう、うん、お子さんが。だからまあ学校の宿題、やにやらしたいなんてら、まあ、逆に褒めてもいいかなと思うんですよ。うんうん、あよく人工知能使ってできたねっていう。うん、だったら先生側はちょっと人工知能にできない課題も出しとかないといけないみたいな。うん なんかそういう人工知能をうまく使いこなして、自分の力が2倍にも3倍にもなっていく時代なので、うん、むしろそっちに舵を取った方が、うん、まが、あ、お子さんのためにもなるし、日本全体のためにもなるんじゃないかなと思いますね、うん、特にこれから日本は少子化の時代だから、うん、1>, <laughs> 1人の力が10倍にも1 0倍にもしていく、そんな時に人工知能は役に立つんじゃないかなと思います。 人間ってすごいなでも AI 使うと人間の力すごい拡張されるなってそんなね体験ができるような学びの場を提供していけたらなとそう,です、ね、そういうのをまあエンハンスメントって言います、はい、人工知能では人間の代わりにオルタナティブになるんではなくて力を増幅させるっていうものですね、うんうん、はいありがとうございます、はい、それではですね視聴者の皆様に来週以降のご案内をしておしまいにしたいと思います、えー、またしばらくちょっと、AI かける教育が続きますが、またご興味があるところでご参加いただければと思います。というわけで宮家先生大変お忙しい中、非常にあの興味深いお話をどうもありがとうございました。ありがとうございました,たしま、ねあの。はい、ありがとうございました。視聴者の皆様もありがとうございました。また来週お会いしましょう。